あったかいから咲いてきましたね。まずは普通にいただきます。米はちょっと山椒まぶして食べます。最後にはこれに出汁をかけます。今日はうなぎいただきましたが、他にもお寿司やら天ぷら、お肉、海石みたいなのね、あります。で、着物をレンタルして、京都に繰り出すことができます。めっちゃ綺麗、すごいね、腹もすごい綺麗。修復ご苦労様。カメラ変わってないから、マジで江戸錦、で一番ね、買って思ったけど、気持ちいい。ブラック、ブラック鬼どころ。満開。これはすごいね。すごいですね。あそこに玉、水のあれで。似合わんな。初音ちゃん、初音ミクちゃん。平安室町の岩へ。
千代の春。中は暑かったからね、うん、桜はちょっとまだですね。自分のところ坂道が来るまでに作って飲みました。そうなんだ。これを極水の園っていうの、そんなんやらはんの。コイコイいる、あ、ほんとや、あお曲水のタゲ、これじゃないね。うん、立派なコケ。室町も山の庭へワンウェイになってますね。あ、そうなんや。ここでお茶ができたんや。50年前。この町の庭です。桃山の庭。あんな京セラの本社みたいな。お茶席。あ、大きいし。ここでお茶したら美味しいやろね。いや、自分の町やから。そうか。隠れてる。来た？あ、すごい綺麗な錦鯉。わー。白あんまりや。結構オレンジ。臨時出口。